夜のプールってすっごくおしゃれで綺麗なんだね。ルビー、学校のプールのイメージが強かったから新鮮かも。今日のステージが夜のプールって聞いた時は暗いプールを想像してたんだけど、全然違ったからびっくりしちゃった。衣装作りのヒントになるかなって、花丸ちゃんと夜のプールのことを調べたら、おしゃれなプールがいっぱいあるって分かったんだよね。ほら見て見て、プールに浮かんでるライトが水面に反射してとっても綺麗だよ。水中から見たらどんな感じなのかな。この衣装は実はそのままプールにも入れるように工夫してあるんだ。ルビー、あんまり早くは泳げないけど水遊びもしたいなって思って。あ、カナンちゃんとヨウちゃんがもう泳いでる。わー、二人とも泳ぐのすっごく上手だから人魚さんみたい。衣装が綺麗だからかな、二人とも本当に綺麗。人魚姫ってきっとあんな風に泳いでるんじゃないかな。花丸ちゃんにも見せてあげたいな。夜のプールがとっても幻想的だから、なんだか物語の中にいるみたいな気持ちになっちゃう。見ているだけでもとっても楽しいね。ルビーもプールに入ったら人魚さんみたいに見えるかな。ちょっとだけ泳いでみようかな。あなたも一緒に泳いでほしいな。ありがとう。夜のプールもとっても新鮮で楽しいね。まだまだ時間があるから、ルビーと一緒にいっぱい遊ぼうね。